家の花道。はい、新しいコーナー始まりましたね。花道でございます。ほんほんほん、ね、司会私西小渡辺でございます。面白そうなコーナーですね、これはね。はい、こちら口喧嘩の花道でございますが、ワイプはハリウッドザコシショウが担当させていただきます。遺恨のあるお二人がですね、本日、うん、口論で決着をつけるという、うん、そういったこれは面白いよ、これ。ルールは簡単。いいですね。口喧嘩中に手を出した方が負け、うん、このようなルールとなっております。口喧嘩で全部倒さないといけないっていうことですね。論破、論破できるのでしょうか。論破した方が勝ちっていうことですね。口喧嘩をしていただくお二人に登場していただきましょう。まずはまず第1回目だ。ダーリンズ松本凛さんです、うん、どうぞ。おリンス対ダーリンズ松本リンス対。遺恨のある顔してますね。いやー、ほんまに気分悪い。あ、気分が悪い。気分悪い。早い。早い。早い。なるほど。うん。素晴らしい。期待しております。よろしくお願いします。はい。それでは、松本リンスさんのお相手。誰でしょう。野田和康さんです。どうぞ。あー、もっとチャーミングの野田ちゃんね。どうも。この二人仲悪いんですよ。遺恨がある。いやー、そうですね。こういう機会をずっと喧嘩してるもん、この二人は。大変嬉しいです。もうなんか言い方もなんかごちゃついとんの。は決めてきたんだ。もうリス言うこと決めてきたんだ。落ち着けってな。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ね、私のレディーゴーの掛け声で、ね、試合にも参加していただくということで。うん、早く早くやれ。それではいきますよ。殴れ殴れ。喧嘩の花道、レディーゴー。え、リス、あれ緊張してんのお前な。いや、お前やろ。いやいや、お前緊張すんなよ。こんなさ、カメラ向けられただけで焦っちゃってさ、もうさっき恥ずかしくねえのお前。お前芸人生活20年で。俺がすごいじゃん、お前な。芸人生活分かってんのお前。いやいやいや、マジでマジで。それは聞いた。全然聞かねえじゃん、野田ちゃん。そういう体勢になってないから、もう怖いわ。噛み合わないじゃん。口喧嘩もできないから。緊張してる人と、ね、喋りたい人とで。終わり？うん、お前さ、うん、カメラの前で緊張すなとか言ってるけど、うん、お前芸歴25年ぐらいで、うん、カメラの前立ったこと2回ぐらいしかないやろ、うん、なあ確かにな、ずっと言うとれないかお前。誰だ芸歴お前マジで深夜の1時に出たバナナ班のことお前ずっと言い続けとれない。でもまあまあ受けてましたよね。お前滑ってたなキングオブコント出たぞ。あの2回出てな、嬉しそうにしてたけどな、もう終わったな、あれでな。いや、終わったよ。いやいや、もう終わりだぞ、お前。2回出て、もう全然受けなかった。言われとれますわ。分かるか、いろいろ出てるやつ想像してみろよ。もう分かるじゃん。もう終わりだよ、お前。今日も顔出されてんの。意識してやれよ、お前な。僕を意識して、もう全然その2回出てる。顔刺されてんねん。上だって気分になってるみたいだけど、もうこっからないよ。本当に自分変えないとダメだから。え、そういう意識あんの本当に。お前に芸人のことについてごちゃごちゃ言われるすぎじゃないよ。お前なんか40手が出たら負けですからね。本当手が出した方が負け。3や3、まあそれも怪しいなと思ってたけど、43で今のはボケなの。今のはないじゃない、44やけどみたいな。ボケなの。手を出した方が負けですよ。妻出てきてお前理科の昔センスと一緒だもん。妻溜まってきとんのお前。おっさんやん43の。その43のおじさんが40代の例えだな。それ中学校の時とか言ってたよ。今手が出ましたね。今やったやん。大丈夫ですか。今やったやんな。いや、今の今の事故ということですね。わかりました。短期やねん。リーゴ43にもなってよお前。去年かなんだよ。チャーミングっていうコンビね、解散して、え、今年からピン芸人やっていかれるんですか。事務所ライブ調子乗って金の卵から始めました。今どこやねん。バンガーヘンステップやないか。お前この世を捨ていくぐらいステップっていうと、もっと相方にも向かれとくんですね。そういうのだけで見てんのがもう終わってんだよな。そのランクとか関係ないから。本当に俺のネタ見たら見た。それが分かってない。お前本当分かってない。俺が司会のトークライブにお前受けてきたよ。いっぱい呼んで客票入っただけで喜んでんの。キングオブコント決勝まで行っただけで喜んでんじゃん。本当に面白いってこと本当に理解したいんだよ。マジでそれはお前のネタ考え直さないと絶対無理だぞ。お前のネタ受けました。票入りました。それでよかったじゃん。野田ちゃんが全く聞かないからな。お前が何が面白いのか、それはやれよ。受けた受けた。何が入った。そんな何がオリジナリティ出してるか。お前のネタヒロシのパクリやないかい。バレパクリやないか。お前のどこ
が俺になれてやるの。何日まあ自虐をやってますからね。音流し自虐だからお前がさ、あれお前ブリーチぐらいやらんといてよ、ほんま初めてのお前やらんといてよ。そういうぐらいな、もう今年しかもう考えられてない。自虐ぐらい前いろいろやってる人いますけどさ、マジで考え直した方がいい。自分を何を考え直すねお前。やっぱ頭痛いね、私生活も。彼女おる頃もさ、彼女おることは NG でとか、もう痛いねん。いやいやいや、そのまんまやろ。お前なんてだから売れてない。彼女いたことねえじゃん。それがだからそんな感じ。どうかって言うしな、俺は。いないから。いたことない、確かにいたことないわ。もうセックスだってしてねえだろ。遊んでもねえじゃん。してんのか。してるよ。えお前してねえだろ。もう最初してな、終わってんな、お前な。男としても女の酒でってダサくねえか。女一人も口説けねえんだろ、声から。なあ、笑いも取れねえしさ、女も怖くて口説けねえって、終わってんじゃねえか。なあ、うん、帽子取れよ、お前な。いつまで帽子取れよ。手が出るか。手が出たら終わりですから。手が出たら終わりですから。手が出たら終わりですよ。俺思ってたんだけど、いや、もうそのさ、うん、もう帽子、まず帽子取れよ。な、ほら、もう一個の帽子も。カツラですね。もう一個帽子も取れよ。もう一個の。これはもうあれやからさ、商売道具やから。いやいや、それない。それこれ取れっていうことは、お前あれやで、あの目ん玉取れって言ってるのと一緒やから。これを取れる。確かに意味わからん。それがなんかコントの邪魔してるとかさ、そういう考えがもうおかしいよね。これ自分じゃないから邪魔になんねん。お前はその桂なんですよ。何も分かってないじゃあお前が一番分かってないから。お前は、いや、昔チャーミングで昭和の初期の桂、俺がね、お金出しちゃったよ。二郎さんに、相方の二郎さんに角刈りにしてこいってアホみたいな顔で命令して、いざお前が舞台立った時、福山雅治みたいな格好で髪がしょったやないか。アホやろ。俺はコントの中で何も分かってないやろ。俺はもうあれは違うって今気づいてるから。お前はまだ気づいてないよ。俺も分かってんだよ。あれ、俺一番ヤバかったな。俺成長してんじゃん。取れますよ。取れますよ。取れますか。お、取る取る。でお前ちゃんとあれやぞ、お前。すごい。ちょっと時間がちょっと。パチパチ。それじゃん。それだよ。それでいけよ。いや、ちょっと待って。いや、ちょっと待って。いや、ちょっと待って。終了終了終了。勝者、野中ジャンス。はい、ハゲてるわ。今、ちょっとリンさんの手が出てしまったので、本日の口喧嘩の花道。それでいけよ。野中ジャンスでございます。おい、それでいけよ。言われたくねえな。どうでしたか、ちょっとまたリンさん。それでいけよ、めっちゃムカつきました。それでいけよが一番ムカついた。そうだよな。キングオブコントで滑ったより何より、これでいけよ。それでいけよ、ハゲてな。くつく。どうですか、勝者の野田さん。暴力が痛すぎてちょっと忘れちゃったんですけど、ね、まあまあ、面白かったね。うん。これはいいコーナーかもしれないね。うん。はい、手が出た方が負けということで、今回は松本リンスの負け、野田ちゃんの勝ちということですね。思ってないよね。ただ受けたとか、それがまだ出てんだダーリンみたいな。はい、次元からのうち勝利は野田和也でした。ね。第1回、次回の花道、はい、これで終了です。良かったんじゃないでしょうかね。ありがとうございました。ありがとうございました。